イシュタル。イシュタル、アッカド語、本字、エム、音声転写。イシュタルは、シュメール神話に登場する法上神、イナンナの系譜と、チボ神の血を引く、メソポタミア神話において広く尊崇された愛と美の、女神。戦、法上、金星、王権など多くの神聖を司る。神としての序列が非常に高く、神々の始祖、アヌ、神々の指導者、エンリル。 水神エアを見柱とする、シュメールにおける、最上位の神々に匹敵するほどの信仰と権限を得た、得意な存在。アッカド語では古くは、エシタル、後にイシュタルと呼ばれるようになった。この後は元来は金星を意味し、明けの明星としてはオガミ、宵の明星としては女神であったが、最終的に一つの女神として集合された。イナンナは、ニン、アンナ、シュメール語、 から、天の女主人の意であると言われる。メソポタミア神話でのイシュタルは、ウルクの年神となっているが、シュメールの創世神話では、原初の5都市のうち二番目の都市、バドティビラが与えられている。原初の世界に名を残すも、いわゆる母神と同定されることはなく、バビロニアの創世神話、エヌマ・エリシュには登場していない。しかしながら、支配ウルクをはじめ、キシュ、アッカド、 バビロン、ニネベ、アルベラなど多くの崇拝地を持ち、メソポタミア後半で崇拝された。イシュタルは様々な女神と神学的に同定され、英名ビーナスでよく知られるローマ神話のエヌス、ギリシア神話におけるアフロディーテのモデルになったとされている。他、アッカドのアヌニートやバビロンのベリトバビリ、バビロンの女神のイ、 旧約聖書で言うアシュトレトにあたるカナンのアスタルテやシリア女神のアタルガディスにも起源を同句する。また、イシュタルの神格を継いだエジプトのアナトは、気象が激しいことから、凶暴なる乙女と評された。親族関係に関しては異なる伝統が並存し、一貫性がない。主なものには、アヌ、もしくは、シンとニンアルの娘で、双子の兄に対応神社シ,シュ。 姉に冥界を支配する死の女神、エレシュキガルを持ちとされる。お供の聖獣はライオン。イシュタル信仰は、シュメールのイナンナ信仰を核としている。紀元前3000年に、王権授与の役割を任され、紀元前3000年期後半に、イナンナがイシュタルと集合し、金星、愛欲、戦争を司る女神として崇拝されるようになった。法上神としての面が、 再び注目されるようになったのは、紀元前21世紀から、後のことである。以降、イシュタルは、様々な女神の特性を取り込んで信仰の場を広げ、古代メソポタミア全域にその名が及んだ。異民族の王朝でも、イシュタル信仰は衰えを見せず、新たな神殿が建てられるなどしていた。カナンでは軍神かつ金星神のあったると結びつく、ことで、男神的な属性を得るようになり、 アッシュリアでは、アッシュルと同じアゴヒゲを生やしと矢筒を持った姿で、崇拝を受け、ヒッタイトにおいては、法律と戦争を司り、オガミと同列の扱いを受けたとされている。こうした、イシュタル信仰は広大まで続き、ギリシアのアフロディーで、ローマのエーノスに姿を変えて崇拝され続けたが、そのあまりに強大な信仰は、一神教のユダヤ教、キリスト教から敵視され、 果てには、バビロンの大陰譜と罵られることとなった。冒頭で触れている通り、イシュタルは、多くの神聖を宿す女神である。そういった多岐にわたる神格が、奔放でありながら抜け目なく、慈悲深くありながら、霊国という、苛烈で複雑な人格を形成した。優美な振る舞いで男性を魅了することもあれば、思いのままに劇場するなど個人としての性格も、また雑多だが、 基本的には欲場に忠実な逸落の女神のようである。イシュタルを示す、設計文字が法上を示す、足の束であったことから、元来は法上の女神であったと推察されている。古代メソポタミアでは、法上を願う儀式として、国王がイシュタルの夫役を演じて行う結婚式、聖婚儀礼が行われた。 法上神であるイシュタルは、他産を司る性愛の女神としても知られ、夫を持ちながら120人を超える恋人を抱えていたという。加えて、イシュタルは彼らと休まず成功を行っても、まるで疲れを知るとはなかったとも伝えられている。そのためイシュタルは、娼婦の守護者でもあり、イシュタルの神殿には神聖娼婦が務めを果たしていた、他、アシンルと呼ばれる。 女装の青年が使えていたとす説も存在する。また、性愛を司るイシュタルが不調、もしくは不在になると、多くの生命が繁殖活動をやめ地上に不毛をもたらすことが口実のイシュタルの明快下りで描かれている。愛の女神としての傍ら線の女神でもあるイシュタルは、王権の守護女神として、勝敗の予兆を司る巫女と呼ばれた。 戦闘と戦役の女君という天命を持ち、武器を持った姿で図像化されることも多い。法術のイナンナ女神とエビフ山では、イシュタルの闘争的な面がよく表されており、語り手はイシュタルを獅子のごとく吠え、野牛のごとく敵国に勝利宣言をすると表現している。戦争に際しては、別の戦神に塗るたと共に勝利が祈願され、勝利した暁にはイシュタルのために、 盛大な災疑が取り行われた。その戦いぶりは凄まじく、イシュタルに勝る戦士はいなかったと伝える歌まで存在する。ニヌルダやエンディル、マルドクのような実力者からも、イシュタルの並びない武勇が認められていた。イシュタルは全てを手に入れなければ気が済まない、野心家だが、愛情が冷めてしまえばその後の扱いはひどいものだった。例えば、マダラ模様のある、 羊飼い鳥は打ち叩いてその羽をむしり取り、戦で活躍した馬を鞭打ちにしてから長距離を走らせた挙句に泥水を飲ませるなど、動物に対して非常に残忍な仕打ちをしている。人間に対しても同様で、泣かせたり動物に変えたりというお子を繰り返してきた。とある牧人には子供を供物として殺させ、最後には牧人自身を狼に変えたという逸話もある。また、 自身の誘惑を跳ねのけた者に対する残酷さは群を抜いていた。一方、信者に対しては非常に慈悲深く愛を持って接する女神でもある。二律背反な性格を持つ石ルだが、その容姿は魅力的な死体を持つ美しい女神であったとされ、太陽のように輝く光を発していたという。革神話では華敏な宝飾品や衣装で身を包んだ様が描かれている。 イシュタルが、都市神を務めるウルク市には、大きな二つの聖域があり、うち一つ、エアンナ地区一帯が、イシュタルの神殿とされている。エアンナとは、シュメール語で、天、アンナの家、エのイ。エアンナには壮大な神殿群と、天と地を結ぶ絆として階段などを含む、ジックラと、聖塔、ギッパルという大神観光者が建設された。イシュタルは、ウルク以外にもいくつかの神殿を持つが、 中でもエアンナは、ウルク文化に大きく貢献した建造物であり、エアンナの出身、イシュタルだけでなく、神殿を取り巻く生活や文化にも大きな注目が及ぶ。ウルクの神々には毎日、人の手によって大量の食物が捧げられた。各神殿や大邸宅に向けて贈られた小麦や家畜、果実などは、神殿に使える料理人が加工して影響する。 穀物は焼きパン243個、揚げ、パン1200個。肉類は羊58頭、牛3頭、生地ト20羽、ガチョウ3羽、アヒルゴ羽、卵6個。果実類は甘みと菓子、ナツメヤシ、イチジク、干しぶどうを648リットル。飲み物はビールやブドウ酒など216リットル。何匹の神で分けたかは定かではないが、これらは、 ウルクの神々により立ったツイタチで消費される。イシュタルの鳥分はツイタチパン30個、ビール12杯など。年間の総消費量は、ざっくり換算しただけでも相当な量になる。神々への奉仕として捧げられるのは、食物だけではない。神々な調度品、多くの建築物や、心臓、きらびやかな衣装、宝飾に彩られた、送信具なども恵まれた。祭典、祝典。 パレードも、神事として、神殿を中心に模様され、音楽や歌や講で包まれる豪華な奉仕が執り行われた。これは、エアンナに限らず、メソポタミア南部地方における、バビロニア地域全土ウルクは、バビロニアのシュメール系都市国家に共通する。神事では、音楽の模様し物がとりわけ重要とされ、埋葬儀礼や戦場の式でも奏でられていた。 紀元前3000年のウルクの年度版には弓形ハープをかたどった絵文字が確認されており、紀元前2600年頃のウルシツドの応募からは装飾の施されたハープやリラを携える学士たちの姿が発見された。ハープをはじめとするバイオリニア、ギターなどの弦楽器、トランペットやオーボエなどの管楽器はメソポタミアで使われた楽器が原点であると言われている。 イシュタルは前日のように多くの恋人、愛人を持つが、最も著名な夫に、オガミ・ドゥムジがいる。ドゥムジ人とゲシティン・アンナ・姫や、ドゥムジ人の夢など、イシュタルとドゥムジにまつわる神話は、数多い。イシュタルの結婚相手候補には、僕父・ドゥムジと、ノーフ・エン・キムズの二人がおり、ニーシャマッシュは、僕父は、素晴らしいとしてドゥムジとの婚姻を勧めた。だがイシュタルは、 僕不なんか嫌よと言った。どうやらドゥムジのことは気に召しておらず、エンキムジの方に少しばかり思いを寄せていたようである。ドゥムジ自身は自分の方が農夫より優れているというが、エンキムジの方は控えめだった。ドゥムジにイシュタルを譲ると言い,い、祝福の品もたくさん用意すると約束した。こうしてイシュタルはドゥムジと結婚することになった。展開の女王であり。 光を司るイシュタルに対し、姉エレシュキガルは闇を司る、誓い、冥界の女王として君臨しており、姉妹は非常に仲が悪い。二人が同時に出る神話は口述のイシュタルの冥界下り、イナンナの冥界下りであるが、この物語でイシュタルはエレシュキガルによって冥界に交流され、命を落としている。イシュタルは多くの神話や文献に登場するため、本校では、 カイツマンで紹介。シュメール文明の運命を決定する、水人エアとの物語、文献の原文では、シュメール名が適用されている。世界秩序を定めようと思い立ったエアは、神々にそれぞれ、仕事を命じ、役割を与えた。この時、イシュタルだけ何も仕事をもらえなかったので、エアに泣きついて、役割を与えてくれるように頼んだ。エアから、優美な衣装と女性の魅力を授かり、 戦場に吉祥をもたらすこと、協調を伝えること、滅亡させずともよいものを滅亡させ、想像せずともよいものを想像することなどの役目が与えれた。追句の表現が続くため、イシタルの気まぐれに左右される人間の宿命が表されているのかもしれない。ある日イシタルは清掃して、エンキムドゥに会いに行ったが、めかし込んだ姿に割れながら魅了され、エリドゥに住むウェアの神殿。 エアブズを訪ね、彼を口説きに行こうと歩み始める。イシュタルは、エアとその十カミラに歓迎されると、競うように酒を飲み重ねた。イシュタルは酒により、調子が良くなったエアから、目と呼ばれる権力のすべてを与えられる。目を受け取ったイシュタルは、天の船、マアンナに、それらを積み、勢いようとウルクへ帰るべく出港した。やがて酔いが覚め、目の数々をイシュタルにやってしまったことに気づいたエア。 目を取り戻すべく、イシュタルのもとに、イシムと怪物を使わし追跡するが、イシュタルはこれを逃れ最後までエアの、目を持ったままウルクへ帰ることに成功した。エアは、なかなかやるものだ。褒め叩いてやらねばなと言ってその結末を受け入れた。目というのは、太古から神々によって定められた規範を意味し、シュメール社会における掟き手のようなものの総称である。目の内容は、神官、武器。 玉座などの具体的なものから、売春、精神、歌のような、文化や娯楽といった抽象的なものも指す。この作品は、現時点で、史上最古の名の知れた詩人として名高いシュメールの王女、エンヘドアンナが書いたもの。イシュタルは賞賛と栄誉を得るため、緑と果実豊かな野獣の宝庫、エビフ山を滅ぼすべく支度をした。 人々に粒を与えるための聖なる光、二を額に縮し、王位を身にまとい、首には光玉、足首にはラピスラズリの宝飾でそれぞれ飾り、七つ頭の武器、下を荒々しく振りかざす。続いて、アヌに、エビフサンを滅ぼすための祈祷を捧げるが、あそこは恐ろしい山であるから、逆らっても無駄であるとイシュタルに否定的だった。これを聞くや、イナやイシュタルは、 ものすごい奮闘の行走を見せ、弓を手に取って、大嵐を呼び、邪悪な粘土を運ぶ、大洪水と邪悪な怒りに満ちた風を起こした。エビフ山へ赴くと、山の根っこを掴んで雷鳴のごとく吠え、森をののしり、木々を呪い、樹木を殺し、火を放った。神話はイシュタルが、エビフ山に勝利宣言をして終わる。ある時イシュタルは、んばば生罰から帰ったウルク都の城の王、 ギルガメシュの美しさに目を上げ急魂を迫る。彼女は様々な贈呈品や権力を誇示してギルガメシュを誘惑しようとしたが、ギルガメシュはイシュタルの愛人に選ばれた男たちが不遇の死を遂げていることを知っていたために、その誘いを拒んだ。屈辱を覚えたイシュタルは父アヌにギルガメシュに振られたことを訴えたが、アヌもまたイシュタルの気まぐれと、 愚かな行いの数々を知っていたため、泣きつくイシュタルを取り沈めようとする。だが、かわいさ余って、憎さ100倍とばかりに、イシュタルのギルガメシュへの怒りは収まらなかった。復讐のため、ギルガメシュを殺害し彼が統治するうるくごと、破壊しようとしたイシュタルは、アヌに天の王子たる巨大な怪獣を地上に差し向けるよう、指示し、冥界から死者を引き連れてくるなどと言って、アヌを脅して、 グガランナを作らせる。グガランナがイシュタルに導かれ、ウルクに降りると、地面が割れ川の水は干上がり、国を荒らし回って、多くの人間の命を奪った。ギルガメシュは、親友のエンキルと共に、グガランナを仕留めたが、イシュタルは振られた上に大塩も退治されたことで、さらに激上し、ギルガメシュに向かって、呪いを吐いた。これを聞いたエンキルにグガランナの桃を投げつけられ、お前を捕まえさえすれば、 あれ、天のお牛にしたのと同じようにお前もこうしてやりたい、ところだ。と言い放たれる。イシュタルはなくなくしりぞき、ウルクを後にした。上記は、アッカド五番の和訳を要約したものになる。シュメール五番ではギルガメシュがグガランナを討伐した後、ウルクの貧困層、未亡人の息子たちにその肉を分け与え、ラピスラズリでできた二本の角は、エアンナ。 イシュタルの神殿へ封建された。メトゥラン版の同エピソードでは、王子を討ち取ったギルガメシュではなく、イシュタルを称えて終わる。この一連の事件を受け、神々は会議の末に延期ずに神罰を下すことを決定し、その命を奪った。ギルガメシュにはいずれ自身にも訪れるであろう。死を意識させることにつながり、長きに渡り死の恐怖に陥れる。このように、 ギルガメシュ女子史におけるイシュタルは、主人公ギルガメシュと敵同士だが、エンキルと冥界のように、とりわけ二人の仲が悪いとは言えない神話もある。この神話は、ニップル氏やウル氏などから出土したシュメール5番、イナンナの冥界下りのほか、アッカド5、イシュタルの冥界下りとして、ニネベ版とアッシュール版の二つが知られている。イナンナの冥界下りは、大きな天から大きな地へ。 を意味するシュメール語、アンガルタキガルシェを古代の署名として成立した400行以上の長編物語となるが、アッカド語で再編された、イシュタルの冥界下りは140行ほどの短編である。ゆえに、内容も同一ではなく、イシュタルが冥界へ下った理由、死に方などに違いがある。天界の女王らしいカビな装いをして冥界に降りた。 イシュタルは、明界の門番に門を開ける、よう指示する。門番からイシュタルがやってきたことを聞いたエレシュキガルは、激怒し、門番に、起き手に従い彼女、イシュタルをもてなせと命じた。綺麗な着物を着てはならないなど明界での禁忌を、犯した出でたちでやってきたイシュタルは、門番が開く七つの門をくぐるたび身につけている、ものを剥ぎ取られる。 エレシュキガルの元にたどり着いた時には、彼女はすでに全裸だった。イシュタルは、エレシュキガルによって冥界に閉じ込められ、死神、ナムタルから六十の邪気、イコール病魔を体に放たれた。冥界から帰れなくなった、イシュタルの影響で、地上は不毛の地と化してしまった。少女たちの嘆きを聞いたエアは、無常の人間、アスシュナミルを作って、生命の水を持たせ、冥界へ送り込んだ。 エアの知恵が功を奏してイシュタルは、冥界から解放されることとなり、門をくぐる過程で剥ぎ取られた着物や、宝飾品なども、すべて取り戻すことができた。冥界に心を惹かれたイナンナは、地位と神殿を捨て清掃し、冥界へ赴いた。エレシキガルに冥界を訪問したことを激怒されたイナンナは、七つの門をくぐるたびに身ぐるみ剥がされ、全裸にされた。果てには、 エレシュキガルから死の眼差しを受けて死亡し、その死骸は針に吊るされた。イナンナが戻らないまま3日3番が経ち、地上ではイナンナの受信、ニンシェブルがエンキエアに助けを求めた。エンキは二人の人間を作り、生命の水と生命の草を持たせて、冥界に降りたらイナンナの死骸に振りかけるようにと命じた。この一連の動作によってイナンナは蘇り、 地上への帰還を果たした。イナンナの帰還は身代わりを用意するという条件付きだったので、イナンナはその身代わりとして、妻、イナンナの死のためにもに服していなかったドゥムジを指名した。身代わりを確保するために、冥界からやってきた死者、ガルラレイから逃れるために、ドゥムジは、義理の兄弟ウト、シャマシュに助けを求めた。ウトに蛇に変えてもらったドゥムジは、 一旦はその身を隠すことに成功し逃れることができたが、最後にはいなんなに見つかってしまう。最終的に、ルムジは自身の姉妹と半年ずつ交互に、冥界へとどまらなければならなくなった。前述で触れたように、双方の内容には、差異がある。まずイシュタルが冥界へ下った理由として、イシュタルの冥界下りでは、冥界の番人となったルムジを追うため、 イナンナの冥界下りでは姉、エレシュキガルに代わり、冥界を支配したいという純粋な野心で攻め入ったと考えられている。何より、イナンナの冥界下りと比べて短いながらも、より鮮明に冥界の様子が描かれている点は、イシュタルの冥界下りを語る上で外せない話題となっている。以下、イシュタルの冥界下りから抜粋した、矢島文夫による訳文。なお、この内容は、 ギルガメシ上自死の第七版において重複箇所が認められる。ここで有名回とは一度行ったら二度と戻ることはできない死者たちの国であり、生前の行いの良し悪しにかかわらず死者となれば皆一律に行かなければならない世界を指す。その場所は垂直方向だと地面深所、水平方向だと太陽が沈む先イコール正方に位置すると考えられ、地下とする場合、 木の下にあるエア諸葛の潤った領域、深淵、アブズから、さらに仮想にくらいおける七重の城壁、門に囲まれた城塞都市であったというが、深淵とは逆の暗い乾燥地帯であり、食物は通常が粘土、ご馳層といえば、誇りというひどい世界だった。また、冥界が西方にあるというのは、太陽神社マシュが昼は地上。 夜は冥界を照らす神として崇められていたことに関連する。日が沈むところを死者が赴く先とする世界観は、古代エジプトにおける死者の街、ネクロポリスや仏教の西方極楽浄土にも見られる共通の考え方である。イシュタルの冥界下りにおける解釈は、神話全体を一つの式文であるとする見方が正しいと言われている。ほか、 病人に対する回復期間や医師たルの申請に結びつけ、法上診断を示唆しているとの見解も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。